皆さんこんにちは、大津幸男です。飯綱書店言語教育動画シリーズ、今回は三森ゆりかさんをゲストにお招きして、お話を伺っています。第1回目では三森さんのご経歴をお話しいただき、その中で、後に言語技術と呼ぶようになるものとどんな出会いがあったかというようなお話をいただきました。そして第2回目では言語技術というものがどんなものであるかということの概要についてお話をいただきました。で、現在三森さんは皆さんご承知のように筑波言語技術教育研究所というものを開設されて、そこで実際に言語技術の普及に取り組んでおられるわけですけれども、もともと言語技術というもののアイディアは三森さんの場合にはまずドイツから、でそしてドイツだけでなくてアメリカにも、要するに欧米に広く行われているものだということが分かったわけですけれども、日本の中でそれを普及させていくという時に、そのままの形でですね、受け入れるというわけにはいかないわけで、でそこで、その研究所をお作りになって、指導内容、カリキュラムといいますか、そういうものをお作りになったわけです。で、今日はまずそのあたりのところから、お話をいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。私自身はドイツの、教科書を研究して、それでドイツの教科書に載っている教材をもとにカリキュラムを確認し、それで日本に、日本のためのカリキュラムを作ってるんですけれども、ただドイツの場合は例えば大学まで行こうと思えば12年間言語技術、週に大体5回国語の授業があって、その中で全部言語技術だし、そもそも他教科も全部その言語技術に乗っかってるっていう状況なんですね。で、日本で例えば私が学校などで言語技術を教えようと思うと、小学の6年間だけを、週1回でお願いしますとか、中学の3年間週1回だけでお願いしますとか、中高の6年間でお願いしますとか、高校の3年間だけでお願いします、こんな感じになるので、やってる内容はここにお見せしたように、話す、聞く、作文、読むっていう形で内容は組むんですけれども、それをどうやってその短い期間の中、短い時間の中でどうやって効率よく積み上げるのか、これが本当に私が一番苦労しているところです。はい、なるほど。はい、この中でいろんな、要素があるわけですけれども、最初に話す聞くというのがあって、サムさんのお話を聞いてると、いつも問答ゲームというのが出てくるんですけれども、そのあたりのとこから少し具体的にお話をしていただけますでしょうかね。この問答ゲームっていうのは、問答ゲームという名前をっていうか方法を作ったんですね。要するにゲーム形式という、ゲームという名前をつけてルールを作った、でそのルールっていうのが、初めに必ず結論を先行します。でその時に日本人が落としがちな一人称の主語を必ず入れます、それから聞かれなくても理由を言います、もちろん例も入れてもいいんですけれども、それからもう一度こんなこと言ったからねっていうことで必ず締めくくりの言葉を入れます、これがルールなんですね。で、問答ゲームって言われたら必ずこのルールで話しましょうねっていうふうに実は授業でまず教えます。で、なぜこれをしなければいけないかっていうと、日本人は一般的に理由が先行します。それから主語が抜けがちです、でそうなると議論になっていかないんですね。この人何言いたいんだろうっていうふうに結論を予測しながら聞かなきゃいけないとなると、なかなか議論に結びついていかないですよね。ということで、議論をするときは必ずこのルールでいこう、ということで名前をわざわざつけたんです。なるほど、なんか具体的な例を出していただいた方が分かりやすいかと思うんですけど。はい、そうですね、でもう一つこのルールがあって、この問答ゲームのときはその中身についてどんなに質問されても必ず答えることっていうのがあります。なるほど。これもやっぱり日本人がすごく質疑応答が苦手なんですね。特に質問されることが苦手で、で質問されるの苦手だから質問することも苦手なので、たくさんこの質問の
のシャワーを浴びさせてあげなければいけないっていうのがありまして、そういうふうにこうがっちりルールで固めてます。でどんなふうにやるかっていうと、例えばあなたはサッカーが好きですかって私が聞きます。そうすると子供が好きですって例えば答えたら、誰が一体サッカー好きなのって聞き返し、僕はサッカーが好きです、なぜ、サッカー面白いからです、で例えばじゃああなたは週に何回サッカーやってるの、週に3回やってます、だから僕はサッカーが好きですっていうふうにもし子供が答えたら、じゃあそのサッカーいつ始めたの、どんなきっかけで始めたの、誰と一緒にやってるの、あるいは、サッカー選手の中で一番好きなの誰、それはなんで、っていうふうにこういくつか必ずその関係した、その子供の答えに関連したことについて、しかもゆっくりじゃないんですね、矢継ぎ早に畳みかけるっていうことを行っています。でもこれ実は効果ありました、卒業生から、言われたのが、圧迫面接と呼ばれるあの企業の面接、これが楽勝でしたって言われたんですよ。でなんでって聞いたら、そのなんでを散々三森先生にやられたので、全然怖くなかったんですよ、三森先生の方が怖かったですよって言われたんですね。でなんで怖かったのってまた聞いたら、三森先生のスピードが速くて怖かったんですよね。別にその質問が怖いっていう意味じゃなくて、スピードが速かった。でそれに慣れきってたので、圧迫面接楽勝でした、でいいとこちゃんと入ってるんですよ。いやこれは効果出ましたねって感じでした。いやあの、なんていうか、あの質問された時にね、怖いと思うっていう人ね、結構多いですよね。それからあのそもそも今度は質問する側になるっていうのも、なかなか難しいっていうね、あの何を聞いたらいいのか分かんないだなっていう人が多いので、で今のこのモンドゲームってとてもあの有効なんだろうなと思ったんだけど、一つあの最初にモンドゲームなんていうか例を聞いた時に、今の話だったら、あなた何が好きですかって言った時に、サッカーですって言ったらば、誰が好きなのって言って、つまり、僕はサッカーが好きですっていうふうに言わないとダメなんですよね。ルールとして主語入れましょうって入れてる、でこれただ日常のやり取りとしては、君何好き、サッカーですっていうのが自然で、僕はサッカーが好きですって言ったらば、それこそひょっとしたら怒られてしまうかもしれないような状況です、不自然さがあると思うんだけど、でもあえてそれを規則にしてるっていうのはどうしてなんですか。これはですね、あの外国語との経験が強くあの影響してます、通訳の仕事を旗で見てた時に、ある企業で通訳の仕事を旗で見てた時に、主語を入れなかった、日本人の喋り手が主語を入れなかったために、その内容に精通してない通訳が主語を彼にして相手に伝えたことがあったんですね、でもう少しでは1000万危うくっていうことがあったんですね。それは通訳にしてみれば、喋ってる人が主語だろうと思い込んで、愛に当たる言葉を入れたからです、でこれがやっぱりそれを見ていて、やっぱりその感覚の中で主語の出し入れがきちんとできるように子供を育てとかないと、日本の中だけだったらなんとかなるかもしれないんですが、外国人が入った場合、文化の異なる人が入った場合は、やっぱり主語を意識して操作できるようになってないといけないなと思ったのが、大きな一つのきっかけですね。なるほど、なんとか私なりに解釈するとね、普通の日本、日常的な日本語でのやり取りの場合には、話し手の方が、もうここのところは何が主語であるか、主題であるかってなことは明示しなくても相手が分かってくれてる、と言った時には言わないのが普通なんだけれど、それをあえて棚に置いといて、必ず主語主題は言いなさいということを言っとく、で、そういう練習をすることによって、場合によってはこの場合は言わないと誤解される可能性があるなっていうことに気づかせる、それがとても重要だってことです、もう一つでもそれはあって、それは企業に入ると、
それ誰が言ってんだっていうのすごく確認されるんですよ、やはり。なんか企業に入ると主語抜きは必ずしも通用しない。なでこれは ある大手銀行の人が言語技術を学んだとおっしゃったのが、うん、これがきちんと身につくと相手が気づかなければわざと抜くこともできるなとおっしゃいましたね。そうまさにその通りなんですよ、うん、だからそういう意味で毎回主語は主語は主語はって入れてるとだんだんに子どもの側でも入れるときと入れないとき判断できるようにもなる。ところが実いつも抜けてるとその判断力が育たないので、だから問答ゲームの時は必ず入れようねって教えてます。それは前回でしたか話題にした型と、うん、それから型からの逸脱っていうことと関係するわけですよね、はい、そうです ね、逸脱もできるけど、うん、入れることもできるできる、うん、はい、でそこのところをうまく、はい、状況に応じてコントロールすることができる力っていうのが大切なんだってことですよね。そうです、はい、とてもなんていうか参考になるっていうか、ね、普段我々はそういうことを何の気なしにやって意識しないでやってるわけですけど、はい、そう言われてみるとああそういうこと で、はい、それを子どもたちに、はい、気づかせる意識化させて言語活動を行うっていうのが大切だっていうことに目覚めさせるっていう、はい、これはとても重要ですよね。そうですね、多分私、うん、企業経験があるからそれすごく感じるんですね、うん、しかもその東ドイツが相手に挟まる仕事してたので、うんうんうん、まあ、企業ではまあ、うっかり主語なくてですね、これがこうなってですね何がだ誰がだって必ず聞かれてたのを、うんうんうん、周囲で見てますし、あとそれが抜けて翻訳されたり通訳されたらとんでもなくないことになりかねないっていう状況も見ているので、うんうんうん、まあ、出し入れができればいいだろうな。で面白いのはそれちゃんとやった子たち古文強くなりました。あ、古文そう、主語がないものに想像して読めるようになったし、この時これは何を指すでしょうもすごく強くなりましたね。なるほどね、なるほどね。だからきちんと意識できるとこの時これは何を指してるでしょうは、この主語さ、ここの主語は、あ、主語というか主体はこれなんだ、すごく簡単なんですよ。なるほど、それぐらい意識するようになってことです。あ、そうかそうか。だから、日常生活の中では主語とか主題を言語化しない場合であっても、ちゃんと頭の中ではちゃんとやってるわけですよね。何かってことを処理してるわけで、でそれを言語化させることによって、で今度は古文なんか読んだ時も、今度は意識的にこれはこの文の主語は誰か、ね、多分これだろうとか、そうです、ことが分かるって、そういうことですよね。そうです、それは面白い発見でした。面白いですね。Thank you.